エド・クランシーは、イングランド、バーンズリー出身の自転車競技選手。本名は、エドワード・クランシー。大英帝国勲章受章。2005年、2006年の英国選手権連覇並びに、2006年から2007年シーズンの UCI トラックワールドカップ4戦中2戦、イギリスチームのメンバーとして、優勝に貢献した実績により、2007年の世界選手権においても、 イギリスチームの団体追抜けのメンバーに選出され、ゼラインとトーマス、ポールマニング、ブラッドリー・ウィギンスと共に優勝に貢献。2007年から2008年シーズンからは、団体追抜けにおいては、不動のメンバーとして、UCI トラックワールドカップでは4戦中3戦で優勝メンバーの一員となり、母国マンチェスターで開催された2008年の世界選手権では、 上記の3人と共に同大会連覇に挑み、決勝のデンマーク戦において3分56秒32の当時の世界記録をマークして連覇に貢献。さらに同年の北京オリンピックでも同年の世界選手権と同じメンバーで団体追抜け種目に出場し、ここでも決勝で対戦したデンマーク戦において3分53秒314の世界記録をマークし、 金メダルを獲得した。2010年、世界選手権、団体追い抜きにオムニアムでは、順位点二2 4で、同種目発優勝。2012年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年。ありがとうございます。